一般車両機関バス車両名古屋市 A バスは、名古屋市が運行する公営バスである。名古屋市交通局内にバスを担当する自動車部がある。単に市バスと略されている。名古屋市全域を運行するほか、隣接する西葛大郡豊山町、海部郡大春町、清須市、尾張日市、長久手市、日清市、豊明市、春外市。 大府市の一部地域を営業エリアとしている。総営業キロ数は767キロメートル、系統数は163系統、保有車両数は1018両。2007年4月より、大森営業所を名鉄バスに、2009年4月より、上新営業所を三重交通に管理委託するなど、コスト削減を進めている。日本初の中央車線を、 バス連として走行する、機関バスや、専用軌道と一般道を走行する、名古屋ガイドウェイバスの運行住宅、名古屋市内の人気観光スポットを周遊する、名古屋観光ルートバスの運行住宅など、多種多様な運行を行っている。バス車体の表記は、市営。2017年現在、一般系統、機関バス、都心循環バス、高速バス、シニアバス、ユトリートライン、 地域巡回バス、名古屋観光ルートバスが運行されている。系統の詳細については、各営業所記事を参照。一般路線一般路線の系統番号は、起点の地名と数字の組み合わせからなっている。幹線路線は、幹線表示と起点と1桁の数字1から、その他路線は、起点と2桁の数字11から始まる。番号は概ね起点から見てきたから時計回りに。 設定されている。起点は、名鉄の神宮前駅、有松駅等の一部の例外を除くと、市営地下鉄の駅名が関されているため、土地間のない場所で乗るべき系統を、バス路線図から見つける際や、公共、観光施設等のアクセス情報から、系統名をもとにして、接続利用可能な地下鉄駅を探したりなど、特に、バスと地下鉄の連絡乗車に都合がいいように配慮。 されている。かつては起点に関係なく投資の1から3桁の系統番号が付けられていた。方向幕は、起点、系統ごとに色が割り振られており、主要地域は、明駅、坂江、金山、または、神宮東門。それ以外の幹線路線は、その他一般路線は、深夜路線は、臨時急行路線は、 同じ系統内で経由が異なる路線と循環右回り路線はであったが2003年度以降に導入されている車両については表示器は膜式ではなく LED 表示式であり置き換えが進んだ結果2021年3月に全廃されたフルカラー LED 表示器を搭載した車両は現時点では存在しない車体はクリーム色に青帯を巻く塗装が基本であり 別の塗装になることもある。2010年からは一部の車両において1960年代に見られた塗装を再現している。また、バスの一部に地元の子供たちが自由気ままに描いたお絵描きバスを数台走らせている。方向幕のギャラリー都心順管バス欄の館停留所に停車する C-758 系統名古屋城系統に充当されていた。 専用車両現在、名古屋城系統は、メーグルとして運行している。現在、1998年式、1999年式の小型バスは、廃車され、中型ノンステップバスで運行されている。座席などはすべて一般バスのシートと変わらず、1999年式まで、採用されていた灰色と赤色の座席はなくなっている。 小型バスで運行されていた頃、ラッシュ時は満員だったが、現在は、以前より混雑は緩和されている。日中は10分間隔で運行されている。17時台以降は、本数が減るものの、名駅16系統と同様に、名古屋駅と地下鉄駅からやや離れた場所とを結ぶ、通勤輸送の役割も担っている。 高速バス高速1に使用されていた、2ステップ長弱車止バスの全系統で、最も運行距離が長い。名古屋高速3号、大高線区間を利用する場合は、通常料金に加えて10円が必要である。何かでの支払いも可能である。運賃箱の設定は220円であり、地上区間のみの乗車の場合には運転士にその旨を告げると設定を変更する。 定期券、1日乗車券、土日エコ切符利用の場合も10円が別途必要だが、経路パス、福祉特別乗車券は免除される。一般系統の車両を兼用で用いていたが、1998年に専用車両8台が導入され、2005年には高速走行に対応したノンステップバスも投入。2010年には全便ノンステップ化のため ABS 搭載の 専用車が8台が導入された。前運洋などで、機関1号系統にも使用されるため、前方、前扉右横に、機関用プレートが装備されている。専用車両の座席には、シートベルトが装備されているが、通常の車両と同様に釣り革や、握り棒があり、立席乗車も可能である。以前は、高速に、 坂井和前津鶴舞公園前から東高通り三丁目、名南高校、花井緑高校も存在したが、1982年3月に開業した、期間1と同じような経路を結ぶため、同系統の運行開始とともに廃止となっている。深夜バス深夜1系統藤川家行1990年12月5日、運行開始。大ね地下鉄東山線のルートに沿って、 運行されるが、深夜には、亀島駅、本陣駅、中村日赤駅は経由せず、中村区役所駅を含めた、対抗通を経由するルートとなる。停車する、停留所も限定されている。料金は普通料金の倍額の420円である。1日乗車券や全線定期券を提示すれば深夜、料金分の差額の支払いで、乗車可能となっている。 原則として、お盆、年末年始、祝日を除く月曜日から金曜日までの深夜のみ、運行される。深夜1話に往復、深夜2は1往復運行されている。2014年より毎週金曜日と祝日の、前日には、地下鉄東山線の終電延長が行われているが、実施日に限り深夜1系統の1往復が運休となる。2020年からの、 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、深夜バスは2020年4月24日から運行を休止し、同年6月5日に再開した。しかしながら、同年8月7日から再度休止している。名古屋観光ルートバス観光01系統名ーグル2007年7月21日運行開始。 名古屋市市民経済局観光推進室が企画、運営し、名古屋市交通局が運行受託している。愛称は、メーグルで金のシャチをイメージさせるゴールドを主体とした専用車両を導入し、その車内は天井に窓枠を設け、視界を向上し、観光車両として工夫されている。また、 当初の予想以上の利用客があったことを受け、上信営業所に所属する一般大型ノンステップバスにメイグルの PR ラッピングを施し、休日などの多客時間帯に中型専用車の代わりとして運用に入っている。多客時においては通常一般市バス車両により増便が運行される場合もある。2010年に 日の自動車製大型ハイブリッドバスが導入された。日曜、祝祭日等には午前中を中心に車内にボランティアガイドが同乗することがある。なお、正式な系統名は観光1号系統である。同、日祝日は20から30分に1本、平日は30分から1時間に1本それぞれ運行している。月曜日は運休となる。 これは、名古屋市の主要施設が原則として、月曜日休館のためである。運賃は、大人210円、小200円であり、マニカ土日エコ切符、プ、一日乗車券、市発行の経路をパス、福祉乗車券でも、乗車可能であるが、定期券では利用できない。専用をイ日乗車券として、メイグル一デーチケットが発売されている。車両は、 現在5両の専用車両と2両の予備車が存在する。専用車どちらも東京特殊車体での改造が施してある。PBHR7G は本来のレインボーではなくブルーリボンシティのフロントマスク。予備車は名古屋市交通局所有のものでメイグルのラッピングが施されている。車内は専用車とは異なり一般バス同様の仕様になっている。 また平日は、三木名駅2号系統、名駅17号系統、名駅11号系統、名駅15号系統などで運用されている。節分バス毎年2月3日頃の節分に、開催される笠寺観音の節分会向けに運行される臨時急行バス。新、笠系統は、改ま13号系統の保管となっている。運賃は、 他の一般路線バスと同額であり、マニカ土日エコ切符、1日乗車券、始発行の経路パス、福祉乗車券でも乗車可能となっている。2021年は2月2日が節分会に当たったが、新型コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言により運行休止となった。開業時の系統一覧1931年時点の 系統一覧開業の翌年に中心部へ拡大した時の路線を示す。1992年時点の系統一覧系統番号を変更し、幹線路線を拡大した頃の系統を示す。オアシス21にある栄バスターミナル下記は、名古屋市交通局のバスターミナルバスターミナルのギャラリー蒸気の他に、タクシーなどの乗降も扱っている交通広場も存在する。 下記の通り。赤い駅には、シバスの乗り入れはないが、交通広場が存在する。交通広場のギャラリー、日本メーカー4社とも導入されている。導入数は2019年現在鈴自動車が、最多で、日野自動車、三菱不装トラックバス、日産ディーゼルの順となる。車体組み立て部門を持たない日産ディーゼル車の場合、富士重工業のボディが標準だったが、 同社のバス車体組み立て撤退後は、西日本車体工業のボディが仮装されている。また、伊スズのシャーシに、富士重工業のボディという組み合わせも少数、存在していたが、2011年度末までに、全車廃車となった。三菱不装、エアロスターの車体は、三菱自動車バス製造に一本化される前は、三菱自動車工業名古屋製作所大江工場が、 仮装を担当していたが、同工場にて車体が仮装された車両は2009年度末までに全車廃車となった。なお、かつては営業所ごとに納入するメーカーが決まっていたが、現在は入札制度で車両が投入されるため、全営業所とも複数メーカーの車両を保有している。機関バスの車両については、上信、鳴尾お、いのし大森営業所に所属しており、 上心、イノシシダカ、大森所属者は、機関2系統に、ナルオ所属者は、機関1号系統で使用されている。また、特殊車両は、都心ループ専用車及びメーグル専用車は上心、営業所に、ガイドウェイバス専用車は、大森営業所に所属している。当局では、下記の方法によって車両に局番を不満している。過去には、車体構造を記号で表していた。 名鉄バスに管理委託されている大森営業所、野波営業所に所属するバスは他の営業所の車両に装備されていない以下の装備がある。また以下の装備は他営業所とは異なり2007年4月1日の管理委託開始時から運用されている。野波営業所は2012年4月1日から 管理委託開始。原則標準弱で導入されている。令和2年1月現在、全線16両が配属されている。平成23年度末までに、ハイガス規制に適合しない、KC 大ディーゼル車は全廃。かつては、大型バスの場合車体全部に、折戸の入り口、中央に、引き戸の出口、さらに最後部に、 折リドの出口という独特の3、扉車がほとんどであったが、1999年式の車両より、機関2号系統と同じ2箇所の出入り口に改められた。その後2001年式の車両よりすべて、ノンステップバス車に移行したため、現在3、扉車を含めた大型2ステップバス車は、全車廃車。CNG 車は2005年度を最後に導入されていない。 それは2006年度に導入されたアドグ RA273 万より新長期規制に適合しているため、名古屋市では抵抗会社という位置づけをされていることが一因と考えられる。また、CNG 社を除く全車がアイドリングストップスタートシステムを搭載している。2017年度をもって CNG 社はタンク寿命のために全敗になった。 2021年5月までに三菱不走製の中型車が全廃されたため在籍している全車両がターボ車となった。同時に中型車は J バス製のみとなった。シバスの営業所はすべて名古屋市内にあるためナンバープレートは全車両名古屋ナンバーである。種類別大きさ、トランスミッション別車両用と別なお、 所有する全車ノンステップバス化を完了している。動力別ディーゼル車排ガス規制適合車両数、平成27年度年費基準達成車両数2005年頃からは、毎年約百数十両という大量増備を行い、車両の取り替えのペースを上げている。2010年度までにノンステップバス比率を92%、アイドリングストップ車の比率を100%にする。 目標を掲げていたため、現在は、アイドリングストップ車の比率が100%になった。この大幅取り替えには、ハイガス規制の強化の対象となる八大都市圏に、名古屋市が含まれるため、規制に適合しない車両の使用年限が12年に、限られることも影響していた。なお、ドーバスで役目を得た車両は、全国の地方事業者に、譲渡されているほか、 一部はミャンマーなど海外にも輸出されている。なお、2011年度までに、ハイガス規制に適合しないすべての車両の入れ替えが終了しており、ハイガス規制に適合している2001年度以降のノンステップバスは、車両使用年数を現在の12年から18年に延長し、車両購入費を抑えることで、経営再建につなげることになっている。 平成24年度以降の車両置き換えは、経年の大型、抵抗外通ステップ車の入れ替えに限り行われ、平成28年度末に所有するすべての車両の、ノンステップバス化が完了した。現在は、排出ガス新短機規制適合の車両を、ポスト新長期規制適合車両へ置き換えを進めている。2000年以降に導入された、アイドリングストップ車には、 アイドリングストップ時に車内にクラシックなどの音楽が流れる機能がついていたが2012年4月をもって中止された。流れる音楽の種類は車両の所属営業所によって異なっていた。楽曲は以下の通り、アイドリングストップ時にそれぞれの曲が順番に頭から流れる。2006年頃まではアイドリングストップがスタートと曲の流れも連動していた。 つまり、常に、頭から再生されるのではなく、途中切れ、途中スタートとなっていた。大森、稲西営業所の車両で流れている曲は、かつては、ナルオ営業所の車両でも流れていた時期があった。このような試みは、円州鉄道が考案し、徐々に、他のバス事業者にも波及しつつある。詳細は、遠鉄バスアイドリングストップ中の音楽を参照。 名古屋市営バスにおける乗車料金は以下の通りとなる。小児料金は6歳以上12歳未満の小学生に適用する。1歳以上6歳未満の幼児は1人の大人、もしくは小児に同伴された4人まで無料。同伴の幼児5人目からや幼児1人での乗車は小児料金が必要であるが、1歳未満の乳児は無料となっている。 割引料金は障害者等に適用され、料金支払い時に有効な障害者手帳等を乗務員に提示する必要がある。なお、介護者、付き添い人の割引は同行する最大3名までが適用である。基本的に乗車時に料金を支払う前乗り後ろぶりの料金前払いシステムを採用しているが、機関2号系統やユートリーとラインでは、 後ろ乗り前振りの料金後払いシステムを採用している。シバスの通勤定期券等を購入した旅客と一緒に、シバスを乗車する家族で、土日夜日、休日の現金乗車に限り、大人110円、小に50円で、シバスに乗車可能である。ただし利用できる家族とは同居している配偶者、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹までとなり、 ユトリートライン全線と他社運行のバスは利用不可である。また、地下鉄定期券や通学定期券なども対象外となっている。ユリカはかつて名古屋市交通局が発行していたプリペードカードの名称である。バス、地下鉄共通で利用できるタイプ、平日10時から16時までと土日曜日、休日のみ使用できるバス専用、地下鉄専用のタイプがある。 それぞれに、大人用と小児用がある。そのうち、大人用のバス、地下鉄共通タイプのみが、トランパスとして利用可能である。トランパス導入前に発行したカードには、他社線では使用できませんの表記があったものの、導入後はそのまま他社線でも利用可能になった。トランパスは、名古屋市営バス、名古屋市営地下鉄、名古屋鉄道、名鉄バス、青波、線。 愛知高速交通で共通利用できる。また、共通、ユリカで、シバスと、シバス、シバスと地下鉄、シバスと青波線、地下鉄と青波線は、90分以内の乗り換えの場合、80円引きである。なお、2011年2月11日に IC 乗車カードマニカが導入されたことで、ユリカを含めたトランパス対応カードは2月10日に販売を終了し、 2012年2月29日で利用終了となった。昼間割引は平日10時から16時まで利用可能。地下鉄は改札入場時の時間を基準とする。休日は終日利用可能である。なお、営業所ごとのカードリメンの印字はとなっている。また、かつては、機関バスの初めに文字の表示は、ハスではなく、キカであった。バス停に掲示された、 系統ごとの営業係数。黒字系統は青い字で、赤字系統は赤い字で記されている上、荒子駅112が金山22号系統294が中川巡回系統の営業係数した。石川橋金山12号系統は、数少ない黒字路線の一つに2018年度の、芝洲事業は17億円の黒字となったが、 依然として厳しい状況が続いている。シバス全163系統のうち、営業係数が100未満の黒字系統は39系統、100以上の赤字系統は124系統であり、全体の約75%が赤字系統で、営業係数の平均は110である。黒字系統は以下の39系統である。2020年度は、 コロナ禍の影響が大きく黒字系統は、三木富士急1号系統、平張11号系統、中村13号系統の3系統のみとなった。一方、営業係数が200以上の系統は、以下の系統である。地域巡回系統はすべて赤字であり、最も数値の低いものでも南巡回系統の105である。 その他の系統についても名古屋市交通局のウェブサイトに記載されている。2011年8月24日、2010年度の物損事故のうち少なくとも23件について虚偽の事故報告書を作成していたと毎日新聞が報じた。これを受け、愛知県警察は9月6日、道路交通法違反の疑いで家宅捜索する方針を明らかにした。 1997年から2006年にかけて、市営バスの運転士の中で事故を起こす回数が多かったなどの運転士に対し、リフレッシュ研修の名目で、パワーハラスメントなどのいわゆるリストラ教育を行っていたことが毎日新聞によってリークされた。研修は、運転士の技術向上が名目とされていたが、実際は指導官が研修を受けた乗務員に対して、 必要に、自主退職を迫るなどしていたという。また、2007年には、当時、野波営業所所属の男性運転士がパワハラを受けた、ことをほのめかす遺書を残して、昇進自殺している。1990年9月25日21時45分頃、ナルオ営業所所属のバス運転手の男性が乗務中、南区の北東交差点にある歩道橋から飛び降り、 自殺を図り、血を流して、道路上に倒れている女性を発見した。乗客が乗車しているにもかかわらず、女性が他の車にひかれないようにバスを停車させた。近くには名古屋市南消防署があり、付近にいた人が通報したが、サイレンが聞こえないことから、救急車がすべて出動していると判断。乗り合わせていた6名の乗客も全員が協力し、 女性をバスへと運び、本来の運行経路から外れた最寄りの救急病院まで搬送した。女性は命に別状はなかった。無関係な通行人を乗せて、ルートから外れた病院まで搬送するという一連の行動は当時の運行規定違反であったが、名古屋市交通局は事態の重要性を鑑み、処分を行わなかった。運転手は 規定違反を承知の上で躊躇なく迅速な人命救助を行ったことが評価されてこのお年のシチズン時計からシチズンオブザイヤーを受賞した。交通局には賞賛や激励の電話が多数寄せられたほか、後に怪我から回復した女性が社員を述べに訪れたというウェブ新聞文献。ありがとうございます。